映像文化史研究家の松本夏樹さんが大阪の骨董市で発見したのは超お宝のアニメ映画。公開されたのはなんと91年前。本当に一コマ一コマ目が細かく動いたりとかね、蹴った時に、はい、これ星マークが出るんですけど、ね、さらにニヤッと笑うんです。この細かな演出が武士の方ばかりに目がいってましたけど